カブトもすごい綺麗ね。ちょっと着てみたんですけどね。どうだろうな、今日はいないな。前はね、ここの間にね、平田がいたこともあったんですけど、もういないね。今年は全然クワガタ見てないね。こういう間にね、空間ができてて、見えるかな。見えるか。ごめん。こうね、こういうとこに平田が潜んでたんですけどね、前は。いなくなっちゃった。よいしょ。カブトもなんかあんまりいないな。あの中間部分にはありますね。あそこにね、中間部分ちょっとこれ明るすぎるかな。あの子はね、一番上ね、上の方にいっぱいいますね。中華製と違って、あ、そうね。で、あの上だね、1、2、3、4、5、6、7、8。あれ、川クワガタかな。なんかクワガタっぽいのもいるね。なんか落ちてきた。ああ、クワガタっぽいね。ここと、ここの2頭ね。ホントだったらあの上にもいるね。けどあそこまでもね、ちょっと竿も届かないんでね。一番長い7メーターの竿を持ってきてもね、飛ぶかどうか。あそこにもいるか。やっぱ上の方を見るとこう10ぐらいがついてるね。あんまり下の方にはついてないですけどね、今年は。さあ、ほんじゃね、また別のポイント行きましょうか。さあ、またね、別のポイントへね、やってきました。
この前ね、平田のメスを、まあ、拾ったというか、登ってきたところを捕まえた木ですね。まあ、あれは本当偶然だよね、やっぱり。本当偶然だと思う。あんなことはなかなかね。前よりもアリが多くなってる気がするな。前よりアリが増えてるね。よいしょ。厳しい感じですね。次の木だよね。問題は次の木。よし、ちょっと。このライトじゃ明るすぎたから、前はね、このウロに後はこっちのウロにね、前回はここのウロの平田を小さいのを出したんだけど、多分ねそいつは上から映ったんじゃないかなと思って、こっち見たのがね、こっちに僕がつついて映ったんじゃないかなってね。他はいないかな。ちょっといなさそうだな。ちょっとだけつついてみますか、もう一回ね。いないね。ああ、こっち奥深いんだね。結構入ってくな。上の方は奥深いけど、いないな。
残念。この木はね、兜がいっぱいつくんだよね。兜と一兜いるね。三山がね、こっちについてたの、こっちの木にね、この間。あ、赤兜。あ、下に、なんでこんな下に落ちてんだよ。誰か落としたんかな、って。赤かぶってね、こっちもかぶってるね。いや、そうか、1、2、3匹。ほんで上にもいるね、4、5、ペアになってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9。この木だけで9、9と。さらに上にもいるわ。10、11。あれも兜だよな。あ、まだ上にもいる。10、12。兜ばっかり。あ、この辺は竹やぶもあるからね、兜が育つにはね、いい環境なんですよね。なんかでかい、でかいのいるね、なんか。何これ、え、大桑じゃないこれ、え、どういうこと、何これ、平田、平田か、え、何これ、何この主みたいな大きい平田。マジ。平田だね。平田だけどこれでかいよね。だいぶ大桑みたい。一瞬大桑かと思った。どういうこと？
くり。風がなんかすごい強くなって、これでもこの中にいたんだよな。あのこのウロなんてね、オオクワガがいるかなぐらいなウロだったんで、一瞬オオクワガかと思った。こっちの木はこっちの木はずっと止まってるね、あまり出てないね。今日の採取はね、こんなところで終了します。それではね、また皆さんご視聴よろしくお願いします。失礼します。